では今日はですね、タンビュザヤ、まあ、ミャンマーのですね、タイメン鉄道の終着駅ですね、ミャンマー側ですね、当時のビルマですかね、側の戦績を紹介していきたいと思います。まあ、これ結論から言うとですね、ここがそのタイメン鉄道のですね、ビルマ側の終着駅の博物館があるところなんですけれども、まあ、どういうところかね、紹介していきたいと思います。まずですね、我々ですね、ヤンゴンからですね、向かいました。これ前泊しないといけないので、とりあえずですね、この前、タイ側のタイメン鉄道とかね、そういうところに行ってたんですけれども、実はそれはカラフトで知り合ったメンバーで、戦績好きとかね、その日本の列車とかね、電車が好きな人とか一緒になってね、意気投合して、こういう旅にね、何回かあったりしてるんですけど、旅することになりました。で、タンビュザヤはですね、ここですね。このミャンマーのヤンゴンがここで、タイのですね、タイメン鉄道がこの辺から走って、山をね、こう見てもらえばわかると思うんですけど、こういう中でね、枕木一本、シー一人みたいなね、そんな話をしてね。アジア人、もう捕虜もですね、ローマに着いてたわけなんですけれども、アジア人の死亡率もね、結構高かったみたいで。忘れてはいけない歴史というかね。それも歴史の一つなので、考えていかないといけないんですけども。なんでここに作ったかというとですね。イギリスも統治時代も作ろうとしたらしいんですけれども、その険しくて無理だろうということで、ね、諦めてですね、作らなかった。インパール作戦のためなんですよね、こうね。で、インパール作戦のためにここでこうヤンゴンまで繋がるので、輸送ができるようになるんですけれど。結果から言うとね、そんなことをする必要あるのかと思いますけど、当時はね、必要だったんでしょうね。で、戦後はイギリスがね、レールを剥がしてしまったようで、今はまたね、こう作ろうか、みたいな話が出てるようなんですけれども。それは今後皆さんね、ちょっと気になっている方は調べていただければと思います。で、タンピュザヤの街なんですけど、ここですね。モーラミャインっていう街がここにあって、ここからまず1時間ぐらいですね、車で行くんですけど、そうするとですね、ここに着いてですね。で、ここの街としてはですね、もう連合軍の共同墓地とですね、このタイメン鉄道の博物館ぐらいしか何ていうんですかね、観光地はないんですけれども、途中ね、景勝地とかね、観光地的なところもあるので、ちょっとその中で、ここだけ行ってもね、ちょっと面白くないというかね、ここを目的でもちろん行く人はいいんですけれども、そういう人じゃない人とかね、同行者がね、興味ないとか言われると困ると思うんで で、紹介したいと思うんですけど、まずですね、このモーラミャインまで行くのがね、いろいろ大変でして、ヤンゴンから、ね、飛行機国内線みたいなの出てるんですけど、これ1週間に1回ぐらいしかないんですね。で、帰りはどうしても電車で帰るんですけど、これがですね、時刻表で言うと7時間ぐらい。で、実際にかかったの10時間ぐらい。そんなね、快適でないってことはなくてですね、一等みたいなのを取って、大した値段変わらないんですけども、割とね、友人とかと一緒に話してたりね、景色見たりね、ちょっと携帯いじったりとかしてればね、割とすぐ近くで行けるんで、ね、恐れずにぜひ 行ってもらいたい場所ではありますね。で、実際にですね、この行くとなると、こういうヤンゴンからですね、プロペラ機で ATR72 っていうので行ったんですけれども、普通ですね。国内線も、日本国内でもね、この飛行機飛んでるかなと思うんですけれども、整備もね、綺麗にされてるようで安心して乗れます。で、機内食もですね、こういうのが出たりしてですね、日本の国内線よりかもですね、ちょっとちゃんとしてるのかなっていうところもあったりして、別に不安なくね、乗れます。で、景色を見るとですね、よくこういうところにね、鉄道通したりとかね、物資運んだりとかね、しようと思ったなっていうぐらいの景色が続きますね。9月ぐらいに行って、ちょっと雨季だったかよくわかんないんですけれども、このね、景色すごいですよね。この川とね、お米とかはね、もしかしたら取れるのかもしれないですけど、ちょっと皆さんもね、基礎をぜひ眺めているようにして
で、この土の滑走路みたいにですね、まあ、到着するんですけれど。ちょっとね、トイレとかがあんまり綺麗じゃないんで、なるべくね、機内とかね、ヤンゴンでね、済ませといた方がいいかもしれないですね。でも、現地の人とかね、こういい人ばっかりでね。今後も、治安のね、不安とかは感じなかったですね。で、ツーリストポリスっていうなんか人がいてですね、ちょっと詳細よくわかんないんですけど、まあその観光、このね、ドライバーみたいな一人しかいないんですよ。まあ、中国人のね、人なんですけれども。で、ちょっとなんか今、他の人街に送ってきて戻ってくるから、みたいなんで、まあちょっと30分くらい伸びて待ってたんですけど、まあこの人がね、いてくれなきゃ我々はモーラメインからダンピュザヤまでも行けなかったんでね。まあね、もう値段設定とかね、まあ、そんな高くなかったんですけども、8000とかなんか、僕ちょっとね、物価がよくわかんないんで、忘れちゃいました。そんなね、高いわけでもなく、まあお金払っててもね、それぐらいならね、乗せてくれないと困るぞぐらいのね、場所なんで、ありがたいんですよね。で、ちょっとね、当時この街道を行くみたいなのに、ちょっと私自身がハマってまして、そんな感じでね、この撮ったんですけど、このナビがね、日本製でね、なんか音楽が日本の中古車なんですかね。なんか音楽が流れてて面白かったので、撮ってたんで、ちょっと紹介したいと思います。と思ったこのサザンが流れてね、こんな感じでドライブしていきます。で、まあガイドさん、まあドライバーさんもガイドさんもやってるので、こういうね、景勝地とかね、写真スポットをね、いろいろ泊まってくれてね、写真撮るか、みたいな。まあ、英語で全部会話してたんですけど、この人と、まあ、ツーリストポリスも英語を通じるかなっていう感じで、まあ、ホテルとか行けばね、通じるんでね、特に、まあ、言語というかコミュニケーションに困らずにね、行けるんでね、良かったんですけど、まあ、こういった場所ですね。で、途中ね、こういうね、パゴダっていうんですかね、仏教のお寺なのかちょっとよくわかんないんですけど、こういうね、一面ジャングルの中にこう、パゴダが何個か出てたりとかね。結構美しい光景ですよね。ちょっとジャングル多いんですけど、景色的には綺麗ですね。で、1時間ほど走ってですね、この博物館に到着して、まあ、お金もね、払ったりするんですけど、お土産もね、ここで買えたりするんでね。まあよかった。です。私の友人はちょっとなんか棚かとかなんか顔に塗るものとかね、買って帰ってましたね。今見るとなんかここら辺が斜めてて、かわいいですね。で、まあこういうね、風な感じで働かされてたみたいなね、展示があったりとかですね。まあちょっとこれが日本軍なんですかね。ちょっと、なんかこういうね、歴史の、まあ、感じで、特にね、文章とかあるわけじゃないんでよくわかんないんですけど、こういうね、人形とか置いたりしてですね。これもね、エアコンまで塗ってて面白いなとかね、こういう列車がね、走ってたんだよ、みたいなのを教えてくれてですね。さっきの入り口のところで、まあ結構ね、ここがお土産屋さんで、まあコーラとかね、普通に買えるんですけど、まあお土産も買えるんですけど、人いてね、まあ、来るのかなと思うんですけど、他に人はいなかったですね。でもやはりちょっとね、日本人ならね、ミャンマーとしてね、訪れてほしい場所ではありますね。で、まあ、こういうモニュメントがあってですね、デスレールウェイライン、スターツヒアつって、ここから始まってたと思うんですけど、ここ今、もう線路繋がってなくてですね、まあ、ここちょっと電車が走ってるかどうかもよくわかんなくて、まあ、しばらく待ってたんですけど、電車は全然来なかったですね。このちょっとね、草が生えててね、こっちも線路が一応あるんですけど、ちょっと現状どうなのかよくわからないですね。これ反対側で、一応ね、まあポイントがあって、ここもね、まあちょっと使ってんのか、このポイントだとどっちに行くのかちょっとよくわかりませんけど、ここはね、機関車があって、まあここもね、博物館になって、こういう状況ですね。で、まあ、日本のね、怖い日本兵みたいなのがいてね、刀持ってますね。まあ、こう、なんか銃持ってますけど、こういう感じで展示されてますね。で、これはですね、なんか調べると C56、
蒸気機関車56号機みたいでですね。まあ、ここね、ちょっとね、後からつけたんでね、変わってみて、なんかここら辺のね、反対側ですかね、車輪を見ると書いてあるって言ってたんですけど、ちょっと見てもよくわかんなくてですね。まあ、鉄道にね、詳しい方が見たら、わかるのかなと思います。裏側から見るとね、まあ、ちょっとなんか緑に塗ってたのかな、みたいなのを、まあ、見えたりですね。まあ、このね、車両の中にもね、入れたりするんで、鉄道好きの人とかもね、ぜひ行ってもらいたい場所ですね。ここをね、運転席というんですかね、入れて、なかなかね、この景色を見る機会がないと思うので、まあ、貴重な機会ですね。で、ここはですね、まあ、近くにあるんですけど、連合軍のね、墓地になってまして、ここは無料でね、入れるんですけど、まあ割とですね、まあ墓地というよりもですね、ちょっと市民のね、憩いの場みたいな感じになってますね。この辺がね、墓地になってると思うんですけど、一応モニュメントとかってね、我々も手を合わせてね、一応慰霊というかね、してきましたね。で、帰り道ですね、なんかこんな仏像があったりとかですね、まあ修理しててこんな状況になってるんですけど、まあね、なかなかね、大きくてね、まあ仏教徒の国なんでしょうけれども、すごいですね。ここもなんか有名な観光地みたいので、まあ登るかみたいなことが、進めてきたんですけど。まあちょっと疲れてたんでね、まあいいかと思ってね、登らなかったですね。でもね、なんかここの山というんですかね、岩というんですかね、ですけど、牛がこうなんかねえ、しなん野放しに飼ってあって、こうなんかね、のどかでね、いい場所でしたね。で、モーラメインにですね、まあ、必然的にホテルで一泊してですね、次の日ね、電車に乗ってヤンゴンまで帰るのが通常の、まあ、ルートというかね、工程かなと思うんで、ここでね、綺麗なホテルなんでね、一泊してゆっくりしていけば十分かと思います。ね、ここね、友人なんかはね、泳いでたんですけどね、私はビールを飲んでね、まあ友人、もう一人こっちにいて、友人とビール飲んだりしてね、まあなかなか、こう、のんびりした時間を過ごして、いい旅行なんでね、ぜひね、ミャンマーいい場所なんで、行ってもらいたいと思います、ね。で、次の日ですね、こんなね、タクシー呼んだらこんなのが来てですね。まあ、なかなか面白かったんですけど。最後動画を流して終わりたいと思います。まあ、こんな感じでね、駅まで行ってね。ちょっとね、電車も、紹介しようかなと思ったんですけれども、ちょっとね、長くなりそうなんで、その電車好きの方向けにちょっとね、ちゃんと写真とかね、載せたいなと思って、また別途それはね、別の機会あれば送りたいと思いますんで、以上、タンピザ屋編終わりたいと思います。ありがとうございました。